はい、今回はですね、フローモードというものについて、ご紹介したいと思います。これもですね、前回、一度ご紹介したことがあると思うんですけども、バークリー音楽大学出身でドラムオフチャンピオン、2011年の、チャンピオンですね、JP ブベットという、方、こちらのですね、方のレッスンを参考に、このフローモードというものとは一体何なのか、これをですね、ご紹介したいと思います。彼の、メソッドはすごくですね、学ぶ点がたくさんあってすごくこう新しいなという感じなんですけども、こう一般的にドラムビートっていう感じ、グルーヴだったりっていうのは皆さん演奏しているように1 and 2 and 3 and 4 and カーンジュクカーンジュカーンタカトグトゥカーンみたいなこのフィルインを入れて、シンバルとキックでこう、A メロだって B メロ、バース、コーラスといったこのフレーズの違いでこう知らせる、で次の、ステップに行くみたいな、こういうパターンがあると思うんですけど、このフローモードっていうのは例えばこんな感じです。といった感じ、こう、お分かりになるでしょうか。こう、一定して、こう、流れるようにずっとゆったりした。言ってしまえば、こう、なんて言うんでしょう。こう、メリハリがないというか、こう、一定して、一貫して、こう、タム類だったり、スネアの太鼓類を全般的に使ってですね、こう、厳密に言えばずっと同じことはしていないんですけども、ここでも変化を、もたらすんですけども、こう、ある程度、なんて言うんでしょう。こう、リズムが均等に流れていくと言いますか。例えばシンバルのクラッシュと、金物系ですよね。こういったものを使ってアクセントを出さない、むしろ、逆にこの太鼓のみを使ってですねアクセントを出す、こういったパターンをですね、こうフローモードと言うんですけども、ここをなぜ使えるか、使うといいのかっていうと、楽曲同士のこうフィルインとしても、この単体、個々の単体自体がこうフィルインとしても使えるし、こういった形のこうなんて言うんでしょう、流れるようなこのリズム、タムのみでドゥグ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 ダンドゥグみたいな、こう、なんて言うんだろう。こう、アフリカ系の、こう、ラテンのリズムとも言いますか、こう、原始的な感じ。この太鼓のみの、こう、リズムを作りたい時とか、そういった時にも使えますし、何よりですね、このフローモードをやっていること、練習することによって、非常に、こう、普段の、グルービングをしていく時だったり、こう、手と足の、バランスですよね。必然的に、両手、両足を使って、演奏することに、それぞれバラバラにですね、することになるので、非常にこう、フォーウェイコーディネーション、フォーウェイインディペンデンスと絡んでくることになるので、とても練習になります。なので、このフローモード、皆さんもですね、ぜひ試してやってほしいと思います。で、今回ですね、ご紹介するのは RLLK、Right Left Left Kick。この単純なパターン。で、目的、ゴールとしては、これ自体、非常に単純でシンプルな、フレーズ。で、これいかに、今のように早くしてもですね、やっぱり、それまでのこの Right Left Left Kick、これ以上のものにはならないんですね。このもっとこう多様性といいますか、こう柔軟にこうバラエティある、フレーズを出したいんだけれども、これだけではできない。で、目的、ゴールとしては、やはりこれ自体をですね、こう、いかに使い回せるか、こう、本番でドラムソロをする、もしくは、ドラムの演奏をするときに、こう、うまい具合に、この、
フローモード自体をどうやって扱うか、ここがですね一番の僕らのゴールとなるので、そこを目指して段階を踏んでやっていこうという感じです。で、今回一番ステップとしてこの RLLK をどのように使うのか、例えばここでタムロールを、入れている、みたいな、パターンとかですね、まあ、今のようなこの16部のドゥクドゥクバンガンドゥクドゥクドゥクドゥンドゥクドゥンダレドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンガンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンガンドゥンガンドゥン。で、この16部のロールを入れるパターンの位置をですね、こういろんなところで変えてみる。感じですよね。まあ、こんな感じで、まずファーストステップ、ワンステップはこの RLLK を、使って Right Left Left Kick のパターンと、これを軸にこうタムロールを、使ってですね、こう自由にこうフローモードを味わってみると。なので、皆さんもですね、この、入門編としてこうフローモードをこう練習したいという方はですね、ぜひ参考にしてやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。